女はゴミを扱うぐらい。なんだびっくりした。Universal Driver Updater has detected outdated drivers which need to be updated immediately. Click on Update All to get the latest drivers. たまに広告入るからこれ。金もらってるからさ俺今。この業者から。このウイルス業者から。なんかもう一個のパソコンもさ、なんか2兆個ぐらいウイルスに感染してて、俺、暇じゃ、なんかいいわ。囲まれてる感が。3分に1回ぐらいなんか、もう、俺のパソコンから YouTube 見れないのなんか知らないけど。ウイルスの影響で YouTube 見れない、ニコニコ動画も見れない、何にもできない。テレビしか見れない。ウイルスがなんか入りすぎてて。もうダメだよ。なんかね、変な形になっちゃうんだよ。あれ何なんだろうな。今、耐久戦。達人の間合い。普通だったらすぐさま直すだろう。おそらくウイルスもそう思ってると思うんだよ。ただ俺はそこですぐ直さないことによって、相手の出方を伺ってる。そろそろおかしい。もうね、かれこれ2週間ぐらい経つんだけど、そろそろこいつおかしいなと思い始めてると思うんだよ。向こうから去るかもしれない。みんなはさ、ちょっとさ、まあ、なんていうのかな？学がないから、ウイルスを物だと思ってるだろう。違うからな。あいつら生き物だから。違うから。そろそろ裏返る。自分から出ていけ。俺は、思ってる。冷戦状態だよ。すごい今高度な読み合い。クレカがスキャニングされたら、俺ね、そういう文明の、なんか発展による、英知の集結、いや、結晶みたいなのは一個も持ってないから。クレカも持ってないし、何にも、何にもない。俺は何もねえ。俺、バキの安藤さんみたいな暮らししてるからな。自分で食うものは、狩りで取って、暮らしてるから。熊とか。持たざるもの。で、このパソコンに座った時しか動画は見れないんだよ。あと携帯。だから携帯にアプリ入れたんだよ。あいつもびっくりしてんだろうな。ざまみろだわ。爪楊枝でタバコ吸ってなんて何する？お母さんに、だからさ、またさ、ちょっと、俺ちょっと月額6000円ぐらいのサービスをちょっとだけね、加入したくて、お母さんにもお願いしてる。お母さん、1万円払うから、月々お母さんに1万円送るから、お願いだからお母さんのクレジットカード使わせてくださいって。31人もって今日 LINE したわ。既読スルーされてるけど。毎回恒例なんだよ。俺はな。お母さんにお願いするって。中学生見てたろ。ただ俺違うから、黙って作らないのが俺の親孝行。な、俺が黙ってよ、クレジットカード使ってよ、バン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 アホみてえによ、なんていうの、資材をどん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 減らしていく、目減りさせていくよりは、親の管理下のもとだ、ビートたけしだよ、ビートたけし。ビートたけしだってお母さんにずっと仕送りしただろ。ちゃんとやってます。デビットじゃダメなんだよ。カードの種類なんじゃねえんだよ。違うの。俺は。月6000円、あれ、アドビのさ、プレミアムプロをちょっと登録したくて。クレカないとか通販どうしてんだよ。俺ね、これ一個みんなと違うところがあって、通販は運命だと思って買ってる。代引き使えない商品は、俺は、縁がなかったんだなと思って、ピタッと諦めるわ。代引きが欲しいと思って、なおかつ代引きが使える商品以外は絶対買わない。うん。それ以外はマジでもうすぐ諦める。あ、じゃあ無理だっつって。いいじゃん別に。クレジットカードなんて必要ねえって。借金だぞあれ。いわば。もう借金恐怖症なんだよ俺。無理なんだよ。お前俺唯一ある、二つあるんだ。閉所恐怖症と借金恐怖症っていうのがあって。あれマジで精神病むからな。本当に病むからな。本当に病むんだよ。一度借金したことあるやつだったら分かってくれると思うんだよ。マジで精神病むから。どんなに損してもいい。どんなに損しててもいいんだ。クレがないとかダサいぞ。ダサいと思われてもいい。もうしょうがない。俺はもう未来永劫クレジットカード持ち続けない。お母さんのクレジットカード使うわ。本当に有事の際は。銀と金の名言。ありすぎて困っちまうなぁ。梅津編。森田ね、一時期資産50億にまで上り詰めた梅津っていう、もう本当にゴミみたいな容姿の人間がいて、そいつがな、
株の取引なんかを、堀山みたいに何かを買収しようとして失敗して、もう大金を失いかけていると。いうシーンがあるんだ。んで、ブローカーみたいなやつがいっぱいいて、銀さんの周りにな。で、そいつらが、じゃあ分かった、お前ちょっと、俺たちが肩代わりして、その相手の命を絶つから、お前ちょっともう隠れとけと。で、言った時に、森田が、一緒に待ってるわけだよ。で、森田が言うわけ、梅津に。な、梅津さん、なんで50億もあって、50億円もあったのに、そんな勝負を仕掛けたんだと。50億あったら、銀行の金利だけで当時だったらね、年間2700万ぐらい入ってくるんだよっていう話をするわけよ。その時の梅津のセリフ。森田、お前の考え人間じゃねえ。人間っていうのはな、50億持ってたら、次の100億が欲しくなるんだよ。俺、ビリ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 って雷打たれたから。で、借金2000万こしらえた、俺は。俺も梅津だった。それに感化されて、借金、貯金が1700万くらいだって、俺、梅津のセリフ思い出したんだよ。加藤、その1700万を1億に増やしたくないのか、加藤って言われて。直後に借金背負った。あのバカのせいで、板垣のバカのせいで俺。板垣だっけ、違うんだっけ。あのバカのせいで俺は借金こさえたわ。福本のせいで。あいつがいなかったら俺今頃富豪だったよ。おそらく YouTuber とかでも成功して。金はいいっつって。石原裕次郎みたいな生活。してたんだろうな。だがそれでこそ人だからな。それでこそ人だよ。過ちを起こしてこその人だからな。深みが出るって一郎も言ってたから。遠回りをしない奴は、なんか野球人としてというか、人として、深みが出ないって言ってた。人としての深みが出ただろ。福本のおかげで。俺今で、本当だからな、俺。あの、梅津のセリフがなければ、俺はもっと成功してたんじゃないかって。ただ、なんかちっちゃい人間だっただろうな。個人なんか小さくまとまってただろうな。だ今の俺の話を聞いて、俺にクレジットカードを持たせたいと思うか、親が。思わねえだろ。あ、梅津だっけ、梅谷だ、梅谷。思わねえだろ。ダメなんだよ。もう分相応な、俺だから、万が一宝くじで10億とかもう100億当たったとしても俺はレジディア以上の物件には住まない。俺はだから今もう人生最高の部屋に住んでるんだよ。